今日は関東丹沢系の低山高取山に登りに来ました。愛川ふれあいの村駐車場からのスタートです。山頂からの景色が絶景なので楽しみです。それではスタート。残ってて、うん、でも溶けてるね。問題ないです。高取山まで 2.2 キロ。自然観察路、こちらに進みます。雪が残ってる。固まってはいない。固まってはいない。ね、誰も踏んでなかったみたいね。鳥の声取れたかな。よいしょ。まあ昼はいなくならないらしいからね、うん、完全には。あったかいからさ、うん、いてもおかしくない。しかも結構しけてるしね、うん。2日前に降った雪が残ってます。一旦林道に出ました。これからこちらの階段上がっていきます。Thank you.
ででんって何よ。あと 800m です。やった。楽しいです。あ、でもまだあと300m まだある直線距離じゃないでも 500m 歩いた。さっき600だね。800だった。 800? うん、そっか。やっぱラーメン持ってくればよかったかな上で食ったらうまそうだ。高取山 705.7m 到着しました。愛川公園に来ました。チャンネル登録とグッドボタンお願いします。